こんにちは、宮古クリニックの大久保です。今日はですね、ジェオスキンのセラピューティックっていう、ホームケアですよね。ホームケアで肌質を改善していこうっていうプログラムの症例についてご紹介させていただきます。よろしくお願いします。今回の症例の方は、50代の女性になります。主訴に関しては、全体的な肌質ですよね、特に右頬にある大きなシミにを気にされていて、それを改善したいということでご来院されました。でこの方は、いわゆる A 反応といって、ビタミン A の強い製品を使った時に出る、赤みだったり顔向けだったり、乾燥だったりする症状が出ても大丈夫だから綺麗になりたいという話をされてましたので、セラピューティックというプログラムを選択させていただきました。ジェオスキンのですね、セラピューティックっていうのは、シミ、ニキビ、毛穴など、気になる肌質症状に関しまして3ヶ月間集中して治療を行うプログラムになってきます。で約1ヶ月間なんですけれども、ビタミン A の反応、例えば赤み、皮むけ、乾燥などが出る可能性があるんですけれども、この方も3ヶ月、ジェオスキンのセラピューティックを頑張ってしていただいて、ビフォーアフターでかなり感動的に変化をしています。気になっていた右頬のシミはもちろんなんですけれども、全体的なくすみもなくなってトーンアップしていますし、さらには肌質もパーンと張りが出るような、内側から潤っていくような肌質に変わっているので、本当マイナス5と言わずマイナス10歳ぐらい若返って見えるのかなと思います。このプログラムは、かなり3ヶ月間で、赤み顔向け出ちゃうことがあるので、すごく大変ではあるんですけれども、一定期間であれば前もって休薬して少しその A 反応を続かせることもできますし、私自身も体験しましたけど、やっぱすごく効果があるので、もしチャレンジしたいなと思った方は、そろそろ涼しくなってきますので、セラピューティックのいい季節かと思いますので、ぜひ診察に来ていただいてチャレンジしてみてください。で、ジェオスキンのセラピューティックに関しましては、医薬品も含まれていて、医師の処方がないとできないプログラムになっておりますので、しっかりアフターフォローをしてくれるクリニックで処方されることをお勧めします。はい、今回はですね、ジェオスキンのセラピューティックの症例についてご紹介させていただきました。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。